F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型を全て F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。
2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上？すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。
それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の原油戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いよいよ日本の防衛対策もアニメみたいな世界になってきたな。アニメの世界って、まさかとうとうロボット兵器の登場とか？違うわ、レールガンだよ。レールガン、レンジ砲ってやつだよ。レールガンってマジでアニメの世界の話じゃないか。そうだよ、日本の防衛省が本気でレールガン開発に乗り出してるみたいなんだ。レンジ砲レールガンなんて本当にアニメの世界の話だよね。このレールガン開発は中国や北朝鮮のミサイルに対する対抗策なんじゃないかと言われてるんだ。でもレールガンってアニメでは見たことあるけど一体兵器としてどうやって使用するんだろ？なんか女の子がビリビリってなって指でコインを引くみたいな、想像つかないや。もうやめろ、でもクラシックは知らないけど原理的には合ってるんじゃないか。そうだね、現実世界ではあまり馴染みがないレールガン電磁砲の原理や開発段階、使用用途などについて見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。電磁砲レールガンなんてアニメの中だけの世界だと思ってたけど、防衛省が本気でレールガン開発に取り組むみたいなんだ。2022年度の予算案では65億円もの開発費を投入。この開発費の金額で日本の本気がわかるよね。各国の軍事評論家の間でも驚いていたようだよ。レールガン開発なんて世界でもあまり聞かないよな。日本が先駆け的な存在になっているってことなのか。これだけの予算を突っ込むってことは、もうほとんど完成の段階まで見えてるってことなのかな？実際にはどの段階まで開発は進んでいるのさ？日本政府が公表した2022年度防衛予算案には電磁力で弾丸を超高速かつ長射程で、低コストで連続で発射することが可能になるレールガンの研究にこれだけの予算を組み込んできたことが明らかになったんだけど、防衛省陸上装備研究所の中にある弾道技術研究部ではすでにレールガンの研究をかなり進めていたようで、2022年からは、さらにそれを進化させていこうとしているそうなんだ。それじゃあ、もう大方レールガンが完成してるってことなのか。65億円の予算がそれをさらに軍事目的に進化させるための予算ってことなんだな。レールガンの研究については、防衛省が2016年には10億円の予算、2017年には21億円の研究開発費計上して、レールガンの試作が行われていたんだよね。当時の実験では秒速2000メートルもの高速で対象物を飛ばせる実験に成功していたそうなんだ。マッハ 5.8 に相当する発射された金属は、どれだけの威力を発揮するんだろうね。今までは弾頭を発射しようと思えば、火薬や爆薬などを大量に消費しなければならなかったんだけど、レールガンなら火薬を使用せず金属を撃ち出すことができるんだ。ちょっと待てよ、火薬や弾薬を使用しないってことは、発射した金属が熱感知されずに目標物に到達できるようになるってことだよな。なかなか恐ろしい可能性を秘めた兵器になるよな。火薬、爆薬を使わずにそれだけの速さで飛ばせるんだもんね。敵にも気づかれにくいよね。でもよ、これだけの兵器なら、世界一の軍事大国アメリカならトップに目をつけて開発してたんじゃないのか。レールガン開発に関しては、もちろんアメリカも以前から取り組んでいるよ。すでに多くの実証実験が行われていて成果も出しているようだね。その実験の結果として、マッハ6で射程200キロの発射に成功したという記録があるんだ。
さすがはアメリカだな。当初は総合電力システムが採用されていて、レールガンに電力を供給することが可能な、ズムボルト級駆逐艦に搭載する方向で研究が進められていたようだよ。2010年には約10キロの砲弾をマッハ8で発射することに成功していて、2016年にはその試作機を高速輸送艦ミリノケットに搭載して実証実験をさらに進めていくと発表されたんだ。でもその試作機に関しての情報はその後途絶えてしまってるんだよね。ただ陸上での兵器としてのレールガンの開発は進められているようで、秘密裏に試験は行われているようなんだ。アメリカが最新の兵器を開発していくのはわかるんだけど、なんで日本はこのレールガン兵器にそれだけ力を入れてるの？そうだよね。基本はアメリカが新兵器を開発し、それを日本が買って導入していくのが普通だと思うんだけど、防衛省がレールガン研究に力を注いでる大きな理由は、ロシアや中国、北朝鮮の脅威に対抗するための兵器として考えられてるんじゃないかな。中国やロシアはすでに音速兵器の開発には成功しているようだからね。それだけじゃなく北朝鮮までもが極超音速兵器の発射実験に成功しているからね。日本としてはこの脅威をそのまま見て見ぬふりしておくわけにはいかないからね。やっぱりこの3カ国が大きく関係してくるんだな。北朝鮮なんかは頻繁に発射実験を繰り返して威圧してきてるからな。対抗策は必須だよな。中国では2020年に極超音速兵器の発射実験を行ったみたいで、日本とアメリカの両政府の分析では、かなり命中度は上がっていて、中国の精密誘導技術が飛躍的に向上してきてことが判明したんだ。そしてロシアもこの分野においてはかなり技術が進んでいて、2019年には極超音速滑空体アバンガルドを実戦装備していて、2021年には水上艦から極超音速巡航ミサイルの発射実験を行い400キロ離れた標的に命中させることに成功したそうなんだ。中国もロシアもそんなに進んでるんだね。いくら日本がアメリカンの同盟国だとしても安心できないよね。そして北朝鮮も2021年に極超音速ミサイルの発射実験に成功したと発表したんだ。2022年に入っても報道で知ってるとは思うけど、連日発射実験を行い成功をアピールしてるよね。これは実戦で使える兵器として完成しつつあると考えてもいいと思うよ。アメリカも日本のレールガンの実戦配備に向けて進んでるようだが、レールガン開発もそんなに簡単だったわけじゃないんだよ。もちろんそうだね。自国の防衛において極超音速で飛行してくる敵国のミサイルに対して既存のミサイルだけでは限界がある。そこでこれらを本土に到達するまでに撃ち落とせる可能性が高い、超高音速で長射程のレールガンに注目が集まったんだよ。レールガンで使用する弾頭は、対空ミサイルと比べて安価でしかも連発も可能だとされているので、一度に多数のミサイルを撃ち込まれても、対応が可能とされてるんだ。でもレールガンの開発において解決するのが難しい問題もあったんだ。一つは日本のレールと弾体が接触しておかないといけないから。高速で発射する上で強大な摩擦力が発生するんだ。これによってエネルギーのロスが大きいことと、摩擦による高熱の発生をどう抑えるかだね。もう一つの問題は、強力な磁場を発生させるのに大電流を供給しなければならないため、それだけの電力をどうやって生み出すかだね。やっぱりこれだけの兵器を開発するのには大きな問題も出てくるんだね。でも日本は他国よりも開発費が少ない中でも、現時点では最先端を走っているんじゃないかと言われてるんだよ。実際に一部の軍事専門家の中ではアメリカよりも日本が高性能なレールガンを開発するんじゃないか、という見方もされてるんだよね。そこら技術力の日本の腕の見せ所だな。開発者には頑張ってもらいたい。いろいろな見方があるんだけど、開発費はアメリカには遠く及ばないんだけど、アメリカが実用化に進んだ時に、それに関与できるように日本独自の技術やノウハウを持っておく必要がありそうだよね。団体の素材開発においては日本の民間企業が持つ優れた技術とノウハウが活かされるだろうし、海上自衛隊の搭載したリチウムイオン蓄電池の技術により、より小型で高性能な蓄電池開発で大電流供給の問題もクリアしてもらいたいと、願うよね。今まではアニメの世界だったレールガンが、実際にお目見えするのはそんなに遠い世界ではなさそうだね。今後の日本の開発現に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー、待ってました。今回の豆知識は、動物だよ。白ヤギさんと黒ヤギさんの歌があるのはみんな知っているよね。白ヤギさんと黒ヤギさんは手紙を読まずに食べるっていう内容なんだけど、実はヤギ紙食べるとお腹壊すらしいんだよね。つまりあの2匹のヤギはお腹壊しまくってるなわら。
考えるだけでもあいつらの M だな。とまあ今回は動物編でした。また見てくれよな。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。ねえ。ねえ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 。航空自衛隊小松基地所属の F-15DJ 戦闘機が墜落事故を起こしたことは、みんなの記憶にも新しいよね。この事故により、パイロット2名は残念なことに遺体で発見され、優秀なパイロットを同時に2名も亡くすことになったショックは、かなり大きかったよ。同時に、フライトレコーダーを含む機体のパーツの回収も進んでいるようだが、事故が起きた原因などはこれから分析が始められることになるようだぜ。まず、亡くなった2名の乗員の皆さんに謹んで哀悼の意を捧げたいと思うよ。その上で事故の原因を徹底解明してもらって、日本の国を守る最前線において、パイロットの安全確保を第一にしてほしいと願う次第だね。さて今回は、事故原因の鍵を握るフライトレコーダーの存在と、墜落の原因を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。小松基地は、石川県小松市にある航空自衛隊の基地で、官民共用の空港として運用されている。この空港では、対ロシア、中国、北朝鮮など、荒くれ者国家の領空侵犯などに速やかに対応するべく、航空自衛隊の中でも最優秀のパイロットが配属されると言われているよ。えりすぐりのエリートってわけだね。そして、今回消息を絶った F-15 は飛行共同軍に所属していた機体だったんだ。この部隊は、侵略者を意味するアグレッサーの通称が与えられており、1年を通じて全国の戦闘機部隊や警戒管制部隊を巡回し仇役として訓練、共同を行うことを主任務としている部隊だね。飛行共同軍の機体には、上空で一目見て敵役と判別できるよう、青や緑のカラフルな迷彩や、幾何学模様の識別塗装が施されていることから、見た目もすぐ見分けることができることで有名だよ。何より、アグレッサーのパイロットとしては、全国の基地から選抜された高度な操縦技術を持つ戦闘機パイロットが集結しており、まさに航空自衛隊の中でも精鋭を集めた部隊として運用されているってわけ。事故を起こした F-15 に搭乗していたのは、飛行共同軍の軍司令、田中公使1等空佐52と、同軍の上田雄星1等空尉33で、この時は2人乗りで田中1タスクが前席、上田1位が後席に座っていたと言われているよ。この時の F-15 は、1月31日午後5時半頃離陸し、右方向に旋回してから数分になる洋上でレーダーから突然反応が消えたとされているんだ。信号が消えた海域において調査を行ったところ、垂直尾翼など機体の主要部分が海中から見つかり、航空自衛隊は機体が墜落したと判断し、乗員の捜索を開始したよ。その後、2月11日午前11時50分頃、海上自衛隊隊員が潜水して海中を捜索していたところ、機体がレーダーから消えたあたり基地から約5キロの海域で1名の遺体を発見し、航空自衛隊のヘリで海上自衛隊の艦艇から小松基地に搬送して身元を確認したとのこと。さらに、2月13日午前9時10分頃、同じ現場海域で海自の隊員が新たに遺体を見つけ、こうしてようやく捜索作業を終えることになったんだけど、
この時航空自衛隊は事故調査への影響を理由に、それぞれの日にどちらの隊員が見つかったかは明らかにしていないんだ。優秀な隊員の死を悼む時間もなく、航空自衛隊は引き続き海域において戦闘機の機体等の捜索に当たったってだな。これまでの捜索で、水平尾翼やエンジン排気口、燃料配管などの一部がそれぞれ見つかったんだけど、これらは航空自衛隊が委託した民間のサルベージ船の準備が整い次第、機体を引き上げ、原因究明を進めることになるんだ。以前紹介した、南シナ海でのアメリカ空母艦載機の喪失事故と比べて、比較的引き上げが容易な海域であったことが功を奏しているようだけど、やはり優秀な隊員を2名も同時に失ったことは、航空自衛隊にとって大きな痛手であることは間違いないよね。そして、アグレッサー部隊による訓練等はこの事故以来中止されており、練度の維持にも影響を及ぼすことが予測されているんだ。事故の原因が人為的なものなのか、機体に起因するものかがわからない以上、安全を確保できない状態で訓練を行うことができないという、航空自衛隊の人命第一主義がこのような方針を取っている原因と言えるね。もちろん、そのことに関して異論はないし、空の先守として懸命に日本を防衛してくださっている隊員の皆さんの命を大事にしていただくことこそ、今は重要なことだと思うんだ。事故の原因の解明も徐々に進められており、2月25日に航空自衛隊はフライトレコーダー飛行記録装置の本体を現場付近の海底で発見して回収したことや、それと同時に F-15 に搭載されていた2機のエンジンも発見され引き上げられたことを発表しているよ。今後、回収されたフライトレコーダーの記録の解析を進めるとともに、海底に残る機体の回収作業を継続するとしているけど、事故において重要な部分の部品などが見つかったことで、事故原因の確定が大きく進むものと期待されているみたい。ちなみにこのフライトレコーダー、本体に付属していた発信機は墜落翌日に回収されたものの、その本体が見つかっていなかったみたいだが、結果的に発見された時には、本来は一体型のはずのフライトレコーダー本体と発信機が分離していたことで、発見に時間を要したとされているぜ。このことについて、航空自衛隊の井筒俊二航空幕僚長が、相当の衝撃が加えられたことで分離されたと推察されると説明しているな。また、エンジンはこれまでに排気口の部品などが回収されていたものの、海中より引き上げられた2機のエンジンはいずれも原型をとどめていたことが分かったよ。大きく破損することもなく、エンジンとしての外観を確保していたことから、機器の不具合による原因ではない可能性が浮かび上がってきているみたい。さらに、現場付近では機体の胴体部分も発見されていて、こちらも墜落原因の解明のために近く回収され、事故原因の解明が進められるよ。航空自衛隊では、今回の事故を受けて、小松基地における F-15JDJ の飛行訓練を中止しているけど、日本の領空を侵犯する恐れのある航空機に対するスクランブルは防衛上必要として事故後も継続しているよ。現在の世界情勢を考えれば当然のことだよね。というのも、小松基地のスクランブル対応は日本国内でもズバ抜けて回数が多く、特に多いのはロシア軍機に対するスクランブルが近年激増しているんだ。小松基地だけで言えば、ロシア軍機の領海侵犯は、中国軍機へのスクランブルに次いで回数が多く、今回の事故直後の2月2日、4日にも続けてスクランブルが発生していることが分かっているよ。この頃といえば、ロシア軍がウクライナ侵攻の準備を行っていた時期であり、日本方面への領空侵犯は、ウクライナ方面の部隊のみならず、全ロシア軍が臨戦態勢にあることからの行動であったことは明白なんだ。防衛省の統計では、2021年4月から2022年1月までの期間における、航空自衛隊戦闘機によるスクランブルは834回に上り、これは2020年度のペースを上回っているよ。ちなみにこの内訳は、中国軍機は606回、ロシア軍機が212回となっているが、2021年11月には中国軍とロシア軍の爆撃機が編隊を組んで飛来したケースもあるなど、その度合いはかなり挑発的であることは間違いないな。この状況下であることを踏まえれば、航空自衛隊としては、東アジアでロシアや中国の動きに対して牽制し続ける必要があり、スクランブルをもやめてしまうことは国防上許されないってわけ。2021年12月、亡くなった田中一沙は読売新聞の取材に対して、戦闘機1機の持つ戦力は、航空優勢のみならず、戦闘全体に多大な影響を与える。戦える部隊を作りたいと語っていたよ。
ただ、空自の各部隊はスクランブルなどのみ任務に追われていることも認識しているとし、戦技戦術を底上げする余力がなく、一方で周辺国は航空機、パイロットの能力が上がってきていると危機感も口にしていたんだ。そのことを踏まえて、アグレッサーとしての活動をしっかりと行いたいと、プロのパイロットとしての矜持を語ってくれていたんだよね。現状をしっかり理解していて、向上心のある人だったんだろうね。田中一タスクが言っていたように、戦闘機の数で日本は中国に水を開けられていることは事実なんだ。国土の周囲を海で囲まれている日本の防衛には、航空優勢の確保が不可欠であり、その鍵を握るのは、レーダーや通信ネットワークを向上させた第4世代戦闘機や、ステルス性を備えた最新の第5世代戦闘機が必要不可欠であることは、もはや誰も否定することはないよね。とは言いつつも、航空自衛隊が保有している戦闘機は313機2021年3月末現在なのに対し、中国軍は1146機に上り、これは2001年の90機だった時に比べても12倍に増えていて、さらに増強を進めているのというのだから、かなりの難敵であることは間違いないよ。かといって、いきなり中国が日本本土を爆撃することはない。むしろ、基地があるから戦争が起こると左翼系活動家などは日本の軍事行動を批判するけど、憲法9条が日本を守ってくれるのかな？ならば、ウクライナに憲法9条があれば、ロシアは決して侵攻をしなかったのかな？その答えは、良識的な思考と一般常識を持ち合わせている皆さんであれば、わかるはずだよな。今回の事故の原因についても漏れ聞こえるところによると、バードストライクや整備不良からのエンジントラブルとも言われているようだけど、原因を追求すると、そのために誰かが責任を負うことにはなるけど、日本の領土を守るため懸命に頑張ってくださっている隊員の皆さんの命は、しっかりと守っていただきたいと、心から思うね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2020年10月に新型の3000トン級潜水艦タイゲイが浸水したよ。ふ、とうとう来たね。潜水艦界の忍びが。忍びって言い方も間違いないな。この艦が静粛性において世界でもトップクラスと言われているし。影分身の術とかお色気の術とか使えるかな？それはさすがに無理だな。カトンとか水トンとか風トンとかは。いや無理だよ。完全に忍び違いなんだよな。諦めたらそこで試合終了ですよ。いろいろなさってんだよな。まあそんな派手な技は使えないにしても、この新型潜水艦にはもう一つ大きな秘密が隠されていたというのが本記事の焦点でもあるんだよね。だから最後まで読んでいただければこの秘密を知ることができるってわけだね。切り替えの速度がピカピカのミノルの能力者なんだよな。それじゃあ行ってみよう。タイゲイは新型の18式超魚雷を装填することが可能で、その他にも色々な装備も揃えられているんだ。通常動力型潜水艦では世界トップではあるんだけど、そういう型潜水艦が衝突事故を起こした件もあるんだ。でもひとまず今回については触れないことにするよ。当初、しばらく名称が決まっていなかったため便宜上3000トン型と呼ばれていたけど、海上自衛隊の最新鋭潜水艦浸水式を迎えると同時にタイゲイと命名されたよ。浸水式終了後タイゲイ型と呼ばれることになった新型潜水艦は、すでに3番艦までの建造が進められているが、2021年4月の時点では同型の艦艇がどれだけの隻通を建造されるのかまでは明確になっていないんだよな。そうそう、旧式モデルとなった双流型は12隻、前々クラスの親潮型は11隻建造されたけど、海上自衛隊の目標だった実動潜水艦の22隻体制が整いつつある現在、タイゲイ型をこれ以上増加させるかは政府も検討中なんだって。タイゲイ型潜水艦のスペックはどんな感じなの？タイゲイ型潜水艦については基準排水量3000トン、水中排水量不明、全長84メートル、全幅 9.1 メートル、喫水 10.4 メートルって感じだね。双流型の11番艦である大竜と比べると、基準排水量が50トンほど増加したこと以外は、ほとんど変わらないんだ。タイゲイ型は、大きさや規模、全体のフォルムも含めて双流型の全ての面を踏襲しており、一見してすぐにわかるような新機軸を導入していないんだよな。また、双流型の最後期型である11番艦大竜や、12番艦大竜と同じリチウムイオンバッテリーと発電機、ディーゼル機関を機関部に採用しているため静粛性も世界トップクラスになるぜ。静粛性は日本の潜水艦の強みだね。そうだね。地球にも優しいと言われているリチウムイオンバッテリー自体が今後さらに高性能化する可能性もあるため、
これからはこの機関構成が海上自衛隊における標準的仕様となって続くだろうと予想されているよ。熱を言うとリチウムイオンバッテリーと発電機、デーゼル機関によるオイル以降への最高出力は水中で約5600馬力となっているが、オイル型の最高出力約8000馬力から比べるとかなり低下しているんだよな。このことから水中での最高速度の約20ノットから約18ノットへと当然低下しているんだが、連続潜航時間や持続可能な速度を向上させたことよって、運用上への運動性能が上昇したそうだぜ。この体型型については潜水艦の地目となるソナー類も、そういう型から進化した Z998 タイプへとバージョンアップされ、艦首に沿って包み込む形状の円筒アレイや、光ファイバーを用いた栄光式アレイなどを実装させることに成功したんだ。しかも、あらゆる分野で進む共同光線能力にも適応することができ、味方の人工衛星や航空機、水上戦闘艦等とのデータをリンクさせることにより、時間が補足できていない敵目標への攻撃も可能となったんだよね。うわ、それはすごいね。視覚なしじゃんまるで鷹の目だよ。また、従来の他種類の潜水艦と同様に艦首部分に片側3門、合計6門の 533mm 魚雷発射艦を実装しており、主兵装として89式及び新型の18式超魚雷やハープーン対艦巡航ミサイルを搭載できるようになっているんだ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標と誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度でも使用が可能となっており、今後の主戦場になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。その中でも新型の18式超魚雷は、従来型の魚雷と比較して敵を欺瞞して本物の目標へと誤認させる、電磁波装備のデコイへの対応能力について向上させており、先進度での使用が可能となっており、今後の主戦場になりうる東南シナ海での使用も想定されているんだぜ。わぁ、静粛性も優れていて、見えない相手も捕捉できて、相手の陽動も見破るなんて忍者みたいだね。そうだね。18式超魚雷に関しては対潜水艦、対水上戦闘艦の両方に使用可能だけど、お隣の中国海軍が配備を進めている航空母艦などの大型の水上戦闘艦を、牽制するのに最も強力な兵装の一つとなっているよ。これはおそらく体型型が総流型のコンセプトを受け継いでいたことからも、今後の艦隊デザインも含めた全面的な刷新を待望するものだろうと予想しているぜ。そういえば、2019年に開催された MASD2019 というイベントで、三菱重工業の展示コーナーで提示した次期潜水艦 29SS 新型3000トン潜水艦のイメージ画像の近未来潜水艦を見たときに、現行の体型型からの大幅な変更を見て衝撃を受けたよ。当時の次期潜水艦イメージ画像では、現行の体型型と比較して艦首に傾斜角が付き司令塔の位置が若干後方に移ると同時に、より艦隊と一体化した優先形の形状の中に組み込まれているように見えたんだ。29SS は総流型の発展形であり、X 字形戦火時で操縦性と信頼性を増した設計を継承するそうだね。改良したのは流体力学効果の向上が目的であり、結果として音響面でステルスとなり抵抗を減らしつつ速力と航続距離が増えることになるよ。この誘導床構造で振動とショックを減らすことで 29SS は静粛性が一段と増すだろうね。まあ、しかし画像はあくまでのイメージであり、実際の利休のデザインがどんなものになるのかは、まだしばらくの間は一般に公表されることはないだろうな。それでもロマンがあるよね。推進方式に関しても大重量ボンブジェット方式を採用し、現在自動車などの民生品での開発が進んでいる全固体電池の潜水艦用への実用化についての研究を進めており、リチウムイオン蓄電池をはるかに超える高効時間や高動範囲を得る可能性の高いとされているぜ。しかし結果的にはドイツの209型や212型などが採用している、燃料電池の高性能化が本命になるのではないかと言われていて、次期潜水艦 29SS については、いずれ通常動力型潜水艦の基準になるのではないだろうかと論じられているよ。動力源が電池である以上、どうしても充電の必要性という問題があるけど、瞬間的な水中移動速度に関しては現状の原子推進型に引けを取らない、30ノット以上の高速度も期待できるのが燃料電池だと言われているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
今日も見てくれて、ありがとう。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 中国の自国建造空母3トンという航空母艦があるんだけど、現在何やら不穏な動きをしているって話をつかんだよ。お、何何？まず、このことを話す前にアメリカの航空母艦セオドア・ルーズベルトを中核とする空母打撃群が南シナ海に2021年4月に展開し、中国が自国の領海だと主張する海域での軍事演習を行ったということを知っておいてもらいたいんだ。このことに対して中国がらら航空母艦リュウメイを中核とする艦隊を台湾沖での軍事演習に投入するなどして、日本からでもそれらの領空を海上自衛隊の艦艇航空機などで追跡していることが報じられたんだよな。そう、そこで今回の話の主役ともなる中国の国産初自国航空母艦3トンが出てくるんだ。もちろん3トンも南シナ海での軍事演習に送り出されていて、同海域における中国の強気な姿勢を示すものだとして周辺国の注意が向けられているよ。それじゃあ行ってみよう。今のところ中国海軍が収益させている航空母艦はこの遼寧と3トンの2隻のみということになっていて、対外的には中国海軍の軍事力の象徴的な存在として、アメリカに負けない空母打撃群を真似て作ったようなものだね。コピーは中国のお家芸のようなものだが外観が良くても中身がついていってないというのもよくあることだな。某バスケ漫画のパーフェクトコピーにはほど遠いね。外観だけ真似ても性能は真似できないよ。遼寧のベースとなるものは、旧ソ連崩壊後にウクライナで未完成のまま放置されていたアドミラル・クズネツォフ旧航空母艦バヤーグを、中国が目をつけてスクラップ目的で入手したものを完成させたんだ。ロシアには軍事目的ではなく、あくまでもテーマパークなどの商業利用を名目とする口実で中国が1998年に入手したのだが、2012年には航空母艦遼寧として収益させたぜ。それが中国海軍初の航空母艦となったというのだからラルギエの良さだけには感服するな。よく言えば向上心があるってことだけど、中国にその言葉はもったいないね。ちなみに遼寧はどんな航空母艦なの？遼寧の初舷は、基準排水量5万3000トン、満載排水量5万9439トン、全長305メートル、全幅78メートルとなっており、航空母艦としては中型の船体なんだ。これに大体60機ほどの航空機を搭載することが可能と見積もられるよ。60機の搭載機数というのは排水量や全長等への規模から見れば多い方であり、そのうち戦闘機は20号最大24機前後の搭載に止めるだろうと見られており、航空戦力としての打撃力は限定的というのが軍事専門家の知見となっているぜ。この艦載機ともなる20号は、遼寧と同様にウクライナを通して入手したロシアの、スホイ33戦闘機の試作機をもとに中国軍が航空母艦遼寧に開発した戦闘機として作られており、2013年から運用されているんだ。ここでも中国のお家芸コピーが役に立っているというわけだな。遼寧は船首部にスキージャンプ型発艦方式を採用した航空母艦であるため、J15 戦闘機を発艦する際に燃料兵装ともに著しい制限が必要となるため、やはり攻撃力という観点からはやや乏しいだろうと感じているよ。まだまだ改良は必須ってことだね。ところ変わって3トンにおいては遼寧を完成させたノウハウと専門技術を持って、中国海軍が自力で完成させた国産第1号の航空母艦となっているけど、発艦方式にスキージャンプ型を採用している点などは踏襲されているため、同じく攻撃力に関しては疑問が生じるね。国産といってもこれといったオリジナリティはないってこと？ 3 トンはどんな航空母艦なの？ 3 トンの初舷は、基準排水量5万5000トン、満載排水量7万トン、全長315メートル、全幅 75.5 メートルとなっているよ。蒸気の推定値から遼寧よりも大型化が進められており、J15 戦闘機も 1.5 倍ほどに値する36機の搭載が可能であると見積もられるね。この3トンのスケール感は米海軍の大型原子力航空母艦を除けばすでに世界最大の域に仲間入りしていて、2019年12月に就役して以来、
中国海軍の威容を知らしめる艦艇として政治的にも多数の場面で利用されているよ。どうせ大きいだけのデクの棒だよ。実はすでに3トンから続く航空母艦の建造に中国海軍が着手しており、003型と呼ばれるこの新型航空母艦からはついにスキーキャンプ型を撤廃しており、連離式カタパルトを装備すると言われているぜ。貪欲に新たなものを生み出す姿勢は評価に値するね。この003型航空母艦の動力源には米海軍と同様の原子力推進が採用される見込みであるとも報じられており、使用上からはアメリカが保有する大型原子力航空母艦に肩を並べるとの見方もあると言われているんだ。ただここで問題となるのはカタパルト発進式に対応した艦載の航空機、特に戦闘機の開発だということが専門家から指摘されており、長年の運用実績と実戦経験を経てきた米海軍に即対抗できる戦力となることはないだろうな。いくら勢いがあってもアメリカが積み上げてきたものにすぐに追いつけるわけもないよね。しかしカタパルト発進式に対応したステルス艦上戦闘機の開発もすでに中国ガララ同義並行で行っていると言われており、空軍の J20 等に続く海軍用のステルス戦闘機の出現の間近であるというぜ。この度2021年5月にアメリカ側が公開した情報によれば、フィリピン沖の海上で停止している遼寧の姿を気ままに遠くから目視するアメリカ海軍の駆逐艦マスケン艦長の姿が写真に収められたよ。その停止線の状況に物議と憶測を醸していたね。なぜなら2021年4月には衛星写真によって中国三亜の基地から出港した3トンが、丸1日以上同様の海域に停泊していたこともあったためであり、何らかの理由で両艦ともに作戦行動を停止していたと裏では笑い物にされていたんだ。こういった状況から遼寧や山東が空母打撃群としての戦闘行動が困難な状況であるという推測までされたんだ。補給用の艦艇や随伴する艦艇との艦隊行動ができないのではないかということも言われているぜ。ほらやっぱりデクの棒じゃん。大きければいいってもんじゃないんだよ。世の中は何にでも小型化が推奨されているんだ。フィリピン沖で停止していた遼寧の写真からは、敵対視している米海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦マスケンを、不用意にも至近距離に近づかせていることが憶測を呼び、護衛する艦隊も機能していないのではないかとすら揶揄されているんだよね。海外メディアから多数の批判を受けた中国国防省は、当初は強気の声明を発表していたが、中国海軍の高官が拘束され遼寧等の能力について責任追及が行われているとも言われており、この先、来日に至る可能性もあるだろうな。遼寧や山東どちらにしても母艦としてのスケールはあっても、クルーや各部品については日本には到底かなわないと資料するよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。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 ついにもうすぐ国民的人気ゲームの最新作が発売されるね。日本の誰もが知ってるあのモンスターをゲットして戦わせるゲームだよ。日本人なら知らない人はいないほど人気だよな。大人から子供まで幅広く愛されているぜ。とはいえ、最新作ではあるが過去のリメイク版だけどな。今の20代がプレイしたであろう作品をリメイクした形になっているね。世代だった人たちは懐かしい気持ちを覚えているんじゃないかな。あのゲームのおかげで友達を作った人も多いだろうし、ゲームって偉大だよね。ゲームだけじゃなく、アニメや映画も根強い人気を誇っているよな。この作品は親子でも楽しめる素晴らしいものだと思うぜ。この記事が動画に上がっている頃には、きっと発売されているね。そうだね。楽しみだね。さて、今回はアメリカ海軍長官が護衛艦出雲に乗艦し視察、互換性の向上を確認したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。
防衛省海上自衛隊の山村博史海上幕僚長が2021年10月26日に記者会見を開き、訪日していた米海軍のデルトロ長官が神奈川県の海上自衛隊横須賀基地にて、先日米海兵隊の F-35B による初着艦試験を終えた出雲を乗船視察したことを発表したよ。護衛艦出雲は本年6月の定期点検時に飛行甲板耐熱化改修を完了し、10月5日に高知県沖の太平洋上において米海兵隊岩国基地所属の F-35B2 機が発着艦試験を実施、海上自衛隊の艦艇において固定翼機が初発着したんだ。デルトロ長官は本年8月に米海軍長官に就任したばかりで、就任後初のアジア訪問であり25日に岸防衛大臣を表敬訪問を、護衛艦出雲を視察した上で日本の海上自衛隊と米海軍、海兵隊との互換性が向上していることを確認したと発言したことを山村海上自衛隊幕僚長がアピールしたよ。デルトロ長官が10月25日にリリ通信などとの電話会見に応じ、同時期に中国海軍とロシア海軍が日本を反襲する様に軍事演習を展開する威嚇的な活動を行ったことに対して、どのような形であっても、他国を脅すような活動へ阻止する必要があるとした上で、中国とロシアが国際的なルールを守らない威嚇行動を制止するために日米プレゼンスを示すことが重要だとして、日本のみならずオーストラリア、フィリピンなどとの同盟強化の必要性を訴求したぜ。やっぱりアメリカは世界のリーダー的な部分があるよね。正義を通せるだけの力も、みんなをまとめるだけの力もあるし、出雲における米海兵隊の F-35B 戦闘機の発着艦試験を成功させたことを、中国メディアやウェブサイト全体で警戒感を強めており、中国人民解放軍系のウェブサイトの中国軍網の記事では、日本が航空母艦の保有に向けて大きな一歩を踏み出すと題した記事を掲載しているよ。そこには日本が戦後から今日に至るまで、太平洋戦争後の民心配慮から空母保有に踏み込むことができなかった点を指摘した上で、政策や技術面での制約を次々にクリアして今回の F-35B による、出雲への発着艦試験にこぎつけたと記載してあったんだ。出雲型護衛艦が設計段階から空母化を視野に入れていたため、今回の改修工事もスムーズに運ばれており、出雲だけでなく同型艦の鏡も改修を施すことが予定されていることから、日本が F-35B を10機以上艦載する航空母艦を2隻保有することになる上に、40機以上保有する航空隊を組織することを指摘し、この先の数年で日本の海上自衛隊が2個空母打撃群を保有することになり、東シナ海における海空作戦対応能力が大きく向上することになると報じているぜ。日本は本気になればどこまででも強くなれるんだよね。警戒されることは抑止力にもつながるから、今後ともその潜在能力を見せつけていきたいね。さらに記事の中では、今回の初着艦試験が未だに F-35B を保有していない。日本の自衛隊に対してアメリカが全面的協力したことを言及し、これまで日本が禁断としていた集団的自衛権の問題の制限を緩めたことを意味すると指摘していたよ。こうした動きがアジア太平洋地域の安全維持に大きな脅威となるとして、アメリカが日本の自衛隊に専守防衛を逸脱させ、平和憲法を遵守していない批判して国際社会はこの日米の動向に警戒しなければならないと裏で密かに結託しているんだって。とんだ言いがかりだよ。むしろ安全維持に努めているからこその行動なんだから。これらの中国メディアの反応は、日本の軍備強化への懸念というよりは、アメリカとの絆が一層深まってしまうことを懸念しているんだよね。戦後から数年前までの日本であれば、海上自衛隊の護衛艦に米海兵隊の戦闘機が発着艦するなど絶対にありえなかったことが、当たり前のように実現して中国の行動に対して緊密に手を取り合って対抗していることを恐れていることだと思うよ。中国軍網で掲載された記事で出雲型護衛艦においては、その設計段階から空母化を視野に入れていたとの指摘については当たっていると言えるよね。海上自衛隊の護衛艦で初めて空母のような連通甲板を持ったのは、大隅型輸送艦で、世に生まれた意味は航空母艦の終作ではないかとの憶測がネットでも飛び交ったぜ。これに対して海技柄は、陸上部隊を輸送する際に海上艦艇での、飛行作業に不慣れな陸上自衛隊のヘリコプターパイロットが、安全に着艦するためのスペースを確保するためと説明していたな。だが、陸自のヘリコプターを発着艦させる際には艦艇が停止している状態であると考えられ、海上自衛隊側の説明が不足であるため、やはりこれら艦橋が、右舷側に偏った場合の相関運用に慣れておく目的があったことが考えられるんだ。
次に全通艦班を持つ護衛艦としてヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢が誕生し、ヒューガ型では大隅型以上に艦班が広げられ、外見上は空母と呼ばれてもおかしくないよ。ヒューガ型が計画された2000年代では空母保有へのアレルギーが、まだ根強く、実質上ヘリ空母と呼んでもおかしくないこの艦を、ヘリコプター搭載型護衛艦というナンセンスなネーミングだよね。ヘリコプターを艦内に設けられた収容専用エレベーターは固定翼機を運搬はできず、ヒューガ型護衛艦はヘリコプター護衛艦として認識されていたんだけど、これもまた海上自衛隊が念願の空母保有に向けた周到な準備の一端であったとする声は多いんだ。これらの全通艦板を持つ護衛艦の建造や技術と装艦と運用へのノウハウを習得した上での、出雲だから中国メディアが設計段階から空母化を考えていた根拠の一つとして、右舷後方にある大型のレッジサイド方式エレベーターにあり、前方への飛行甲板上のエレベーターも大型で S35 を運搬できることになっているらしいが、出雲型設計当時の S35B はまだ開発途上だったので、それは考えづらいな。その当時の米海軍の強襲揚陸艦でらしいハリアー戦闘機や兵員輸送用の大型ヘリコプターを運用しており、そのために大型のレッジサイドエレベーターを装備していたことから、それを参考にしたことら十分に考察され、運用への開始直前で海兵隊での採用が決まっていた、オスプレイ海兵隊使用ら MV22 の将来的な運用ら視野に入っていたんだろうな。デルトロ長官は訪日後に韓国に立ち寄り、外交事例として韓国を称賛し持ち上げた上で韓国と北東アジアでの安定と繁栄はもちろん、インド洋での秩序維持のため、一層緊密に協力していくことを期待すると述べているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。今日も見てくれてありがとう。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 中国と論争がありながらも、ようやく台湾が新潜水艦計画の建造開始式典までこぎつけることができたようだね。蔡英文総統への表情やガッツポーズからも新たな潜水艦に期待を持っていることが伺えるな。台湾はずっと中国に抑え込まれてきたからね。台湾にとっては目の上のタンコブ的な存在だっただろうな。日本にとっての韓国みたいなものかな。韓国より軍事力に力を入れている国だし、ノロノロの影響力も強い国だから、その点で言えば韓国よりも厄介な存在だっただろうな。まあ何はともあれ、これから日本、アメリカ、ドイツの三国協力体制で、潜水艦は確実に稼働するだろうね。それじゃあ行ってみよう。2020年11月24日、台湾の蔡英文総統は新たな潜水艦の建造によって、台湾の主権を守るとの意向を固く表明したよ。これは高雄市で開かれた潜水艦の建造開始を記念する式典の中で述べた言葉なんだ。台湾は長い年月の間、潜水艦の刷新に取り組んできて、台湾が現在保有する潜水艦の中には、第二次世界大戦時のとても古いものも含まれており、核兵器搭載も可能となっている中国の潜水艦とは比較にもならないんだよね。やっぱり力の差があるっていうのは、いろいろな面で不利になっちゃうよね。中国に至っては経済制裁においてのためらう素振りもなく行うから、警戒せざるを得ないよな。総統は式典の中で、潜水艦を新たに建造することは台湾の防衛力にとって、歴史的な節目と強調しているよ。現在まだ母国である中国に対して訴えたとも捉えられるような、建造は、主権保護への台湾の強い意志を世界に示すことになると語ったんだ。遠回しだけど、中国に対して強く訴えているのがわかるよね。さらに潜水艦は、台湾海軍の戦闘力強化の要であり、敵の船が台湾を包囲するのを阻止する上で重要、と続けて2国の防衛を強調したぜ。ちなみに台湾の潜水艦建造についてはアメリカも支持しており、式典では米国の台湾窓口機関、米国在外協会 AIT 台北事務所のブレント・クリステンセン所長大使に相当、も出席していたらしい。自国初の潜水艦建造を南部の高雄市で始め、合計8隻を建造すると発表し、2024年の完成、25年の収益を目指している台湾は中国の軍事的圧力が強まる中、新たな潜水艦で防衛力向上を狙うことが明らかとなったね。もちろん中国は、台湾の潜水艦計画に激しく反発しているんだ。
それを証拠に中国は嫌がらせかのように、台湾を威嚇する軍事演習も、かつてない頻度と規模で行っているんだよね。圧のかけ方が中国らしいね。台湾はこれに屈さないでほしいな。2020年2月に人民解放軍は東部戦区で上陸作戦の大規模演習を行い、同戦区のスポークスマンは、この演習を定期的なものではなく、台湾の独立勢力を抑止するものと述べているんだ。翌3月には、中国の軍用機が台湾南西部の海域で初の夜間演習を行い、厳しい環境での作戦遂行へ能力があることを示しているぜ。また、5月の蔡総統への就任式にあらせ、78日間にわたって6回で強襲揚陸、東所奪還、京都へ歩行地区、防空のための東防衛演習が行われたみたいだ。あの演習は6回と台湾海峡への地政的権利性を意識したと考えられるな。そして、7月には東部戦区と南部戦区が台湾の東側と西側で同時演習を行い、8月には東部戦区が台湾海峡への北端と南端で演習を行っているぜ。さらに9月には、中華人民解放軍が台湾の防空識別圏内にある、東沙諸島周辺で海空統合演習を行っているよ。その1ヶ月後の10月10日には台湾の国慶節に合わせて、人民解放軍は広東省と福建省でドローンや特殊部隊、空挺団も参加する動員演習を実施したんだ。このように、人民解放軍の台湾周辺での活動は過去数年と比べても大幅に増加しているが、質的にも多様な航空機による編隊飛行や、夜間演習の実施、中国内陸部を拠点とする航空機による台湾防空圏への飛行など、台湾への脅威を一層高める傾向が散見されたよ。台湾の東側海空域での人民解放軍の活動の活発化が確認されており、台湾海峡を越えた侵攻に備えればいいという台湾防衛の前提を崩すことにもつながるね。こういった環境においての台湾の蔡英文総統は、潜水艦の着工式に参加し、平和な国防に依存している。2枚の潜水艦の着工で台湾の主権を守ろうとする、我々の強い意志を世界に知らしめることができると強く訴えたぜ。台湾は一歩も退かない覚悟があるみたいだね。潜水艦建造は民間造船大手の台湾国際造船が手掛けることになっているんだ。構造はディーゼルエンジンを使った通常動力型の潜水艦となり、米国製の戦闘システムなども導入される見込みだよ。当初1隻目の建造には、2025年までに493億台湾ドル約1800億円の予算を充てることになったが、中国から台湾という国を守るためには惜しまないという姿勢だろうね。その設計やデザインに関しては、日本の海上自衛隊の主力潜水艦で、世界でもトップクラスと言われている高性能ディーゼル潜水艦操縦型などを参考にしているというのら誇らしいことだよな。台湾は親日の印象が強いし、こういった面でもリスペクトが見えるから大好きだよ。ただし、建造の難易度は非常に高いと言われていて、台湾国防部のシンクタンクである国防安全研究院の蘇志雲所長は6割は台湾の技術、4割は欧米などの技術輸入に頼ることになる。理想の完成形としては、標準的な潜水艦よりも上のレベルのものになる、と指摘していたんだ。台湾は現在4隻の潜水艦を保有しているが、そのほとんどが旧式であるため早急な更新が、課題になっているね。新鋭の潜水艦を持つことによって、勝手に海洋進出を強めている中国に大きな牽制となるため、アメリカなどにも潜水艦の売却を求めている状況だぜ。アメリカはブッシュ政権第43代以来の2001年には台湾へ潜水艦の売却方針を固めていたが、最終的には中国の激しい反発などが考慮され実現されていないんだよね。しかし、痺れを切らした台湾海軍の強い要望で、馬英九前政権時代に初めて自国による潜水艦 IDS 建造計画が浮上させたんだ。ここでも、対中融和路線を敷く馬政権であったため結局、前進することはなかったよ。2016年に総統に就いた蔡英文民進党政権下で IDS 計画が一気に加速したんだ。ようやく2020年から着工にこぎつけた経緯があるね。中国は以前から計画に激しく反発しており、一触即発するのではないかという緊張感があることも確かだよ。中国が台湾に対して軍事侵攻を行うことになれば、アメリカがそこに介入し、双方に大きな犠牲が出る可能性が高いことら目に見えており、中国としても現時点では米中戦争は避けることを優先すると考えられるぜ。しかし、
人民解放軍が台湾海峡への中間線を越えるなど、これまで台湾海峡への安定につながっていた様子を顧みない行動を取るようになったことで、偶発的事案が発生する可能性が高まっていることも確かだな。これは台湾と中国の両国が平和的に問題を解決することを祈るばかりだよね。ああ、有事が起きれば必ず日本も黙って見ているわけにもいかないし、中国にお灸を据えるチャンスを逃してもいけないと個人的には思っているぜ。出る杭は打たれるっていうし、そろそろ停滞打撃を与えても良さそうだよね。まあ何はともあれ、台湾にはこの調子で力を蓄えてほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。とうとう来たぜ、日本初の純国産ジェットエンジンが完成したんだってな。何、そんなにすごいことなの？というか、技術力の見本と言われていて、純国産のジェットエンジンが今までなかったことに逆に驚くんだけどね。何言ってんだよ。世界最高峰の技術力を持った日本の純国産エンジンだよ。絶対に今までのジェットエンジンとはわけが違うぜ。なあ、そうだよ。純国産ジェットエンジンは日本にとって長年の悲願だったんだよ。このジェットエンジンのカタログでスペックを見てみるとかなり高い性能を示してるようなんだ。このエンジンが次世代の戦闘機に搭載されるかは、まだ不明ではあるけど、ある国が非常に興味を示しているという噂が飛び交ってるんだよね。まだ戦闘機に搭載されるかはわからないんだね。でもそれだけ性能が高いなら戦闘機に搭載されるんじゃない？日本が開発したエンジンなら性能は間違いないよな。これまでのエンジンからどう変わってるんだ。そうだね。日本初の純国産ジェットエンジンの性能や特徴を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2018年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され予算化の話までこぎつけたんだ。この閣議決定は、かなり時間がかかったなって感じだったよね。もっと早い段階で予算が通ってもよかったと思うんだけどね。戦闘機は2国を防衛するためには必要不可欠なもんだよ。何より先に予算を立てなきゃなんないだよ。日本政府って余計なことにはポンポン金使うくせに、本当に大事なことに関しては動きが遅いんだよな。本当にそうだよね。近隣のあの国とかあの国が、ちょっかいかけてきてるんだから、こういうことは、最優先事項で進めてほしいよね。本当にそうだね。まあでもこれから戦闘機の開発が進んでいくと思うと楽しみだよね。第6世代の戦闘機はいろいろな形があるけど、現在活躍している F-35 戦闘機以上に、優れた性能と、もはや戦闘機には必須条件のステルス性能を双方兼ね備えた、素晴らしい戦闘機が開発されることを願うよね。それじゃあ気になる性能の方を見ていこうか。この新型は双発エンジンみたいだね。双発エンジンというのは左右の主翼にエンジンを1機ずつ設置したものだね。ちなみに現在の F-35 戦闘機はエンジンを1機乗せた単発エンジンになるよ。この双発エンジンも2タイプのエンジンを製造することで、将来的には護衛艦出雲加賀の甲板上でも運用が可能になるね。まあ、どこまで計画が進んでいるかはわかんないんだけどね。まだあくまで計画段階ってことだな。でも今更従来の戦闘機と同レベルでは話にならないからな。目指すなら最新鋭の究極の戦闘機を開発してもらいたいもんだぜ。究極まではいかなくても、世界に誇れるような戦闘機を作ってほしいな。大丈夫だよ。日本が製造開発するのに今までと変わらないなんてありえないね。日本初の純国産戦闘機の完成が待ち遠しいね。ただ、この F3 戦闘機計画にはエンジン部分が重要な部分になってくるからね。ここを成功するか失敗するかで日本の開発力と技術力が世界各国から測られるだろうね。もし、うまくいかなかったとなったら周辺国への防衛力も低下することになってしまうだろうからね。いやいや、日本の開発力と技術力に限って失敗におられというのは考えにくいだろ。うん。そうだね。そこは心配するようなことはないだろうね。かなり高性能なエンジンの開発が進んでいるみたいだしね。話が逸れちゃったから今度こそ高性能ジェットエンジンの性能を見ていこうか。2018年日本の航空軍事市場で全く新しい試みが行われました。プロトタイプの1機だけですがジェットエンジンが開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたそうなんだ。この出来事はかなり話題になったから知ってる人も多いかもしれないね。知ってるぜ、ニュースでも報道してたからな。見た、結構盛り上がってたよね。何気なく見てたけどこのエンジンことだったんだね。そういうことだね。このエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンなんだ。
現在の国際的スタンダードと比べても他国の製品にも全く引けを取らない高い性能のエンジンなんだよね。今回、防衛装備庁に納入されたエンジンはアフターバーナーを使用した際の推力は15トン超えで、F-22 戦闘機の F-119 エンジンが同じように 15.9 トンだからほとんど遜色ないよね。ちなみに F-35 ライトニング戦闘機の F-135 エンジンは 19.5 トンとなっている。あれ？ F-35 戦闘機のエンジンより随分推力低くない？確かに数字だけ見れば、かなり劣ってるように思えるよね。でもね、あくまでもプロトタイプの数字だからね。それを踏まえて考えると、ここからの改良や改善により数値がアップすることは間違いないと思うよ。そりゃそうだよな。いきなりプロトタイプで F-35 超えはきついよな。まだまだ試作品段階ってことだもんな。ところでよ、さっき出てきたアフターバーナーってどんなシステムなんだ？そうだね。それじゃあ簡単にアフターバーナーについて説明するね。エンジンから排気ガスが放出されるんだけど、これに直接燃料を噴射して、さらに燃焼させることにより、推進力を高めるシステムのことだね。車でいうところのターボみたいなものかな？仕組みは違うけど、そう思っててもらって良いと思うよ。実はね、現在収益中の F2 戦闘機を国内ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を土台にして開発すると、決定した時、その大きな理由として搭載するエンジンを自国で開発できないからだったんだ。そのことを考えると、自国でエンジンを開発できたことは快挙だよね。今までは自国でエンジンを作れないから、戦闘機自体をアメリカの真似をして作るしかなかったんだよね。これ車に置き換えて考えるとすごいよな。車のエンジンを開発できないから日本がアメ車を真似して車を製造していたとしたら、狭い日本の道路を、バカでかい車体にバカでかいエンジンで走ってたってことだもんな。ガソリン価格高い日本で、ガソリン垂れ流しで走ってたってことだよ。アメ車かっこいいけど、維持するのは大変だし日本車と比べると性能が高いとは言えないもんね。逆に車でも日本のエンジニアはあれだけの性能のエンジンを作れるんだ。ジェットエンジンでもすごいエンジンを開発するだろうね。あとこのエンジンの特徴としては小型化だね。ただ単にエンジンの推力を高めるだけならエンジンを大型化すれば比較的簡単に推力を高めることができるんだ。でも現在の戦闘機の最重要な項目として小型化が考えられている。これはステルス性能をアップさせるためには必須条件なんだ。同時にエンジンが小型化できれば、戦闘機に積む兵装も今までよりもたくさん積めるようにもなるよね。戦闘機を製造するということは、ステルス性能を落とさずに、なおかつ武器もたくさん積めるようにと、いろいろと試行錯誤しなくてはいけない項目があるんだ。でもこのエンジンは、出力を落とさないまま小型化に成功しているから、最重要項目の一つはすでにクリアしているってことなんだよね。そりゃなんとも心強いことだな。ノエ成功したのノエ変だぜ。そうだね。期待は膨らむばかりだよ。ここで一つ伝えたいことがあるんだよね。ある国が、この XF91 エンジンに関して過剰な反応を示してるんだよ。ある国ってまさか。まあ、どうせお隣のあの国だよ。大体それぞれつくわ。視聴者もみんなピンときてるぜ。はい、正解です。皆さんの予想通り韓国ですね。韓国のメディアがこのエンジンのことをニュースで取り上げたんだ。それが、その取り上げ方といったらひどいもんだよ。このことはまだ日本でもあくまで計画段階なんだよ。それなのに自国の安全保障が脅かされると強行状態のような報道なんだ。なんなんだよ、ヒステリックなおばさんかよ。ほんとだよね。お互いに仮想敵国と考えている中国が言っているなら、まだわかるんだけど、韓国はアメリカと同盟国という同じ立場だよ。まるで、すでに新型の戦闘機は完成していて、すぐにでも自国に攻撃を仕掛けてくると言わんばかりの、報道だったんだよね。本当に、一方的に日本を敵国扱いしてるよね。怒りを通り越して呆れるよ。本当に面倒な国だな。他国の技術開発に文句つけてる暇があるなら自国の技術力磨けや。こんな難癖相手にしないで日本の開発者たちには頑張ってほしいよね。それにしても、お隣の国の迷走はいつまで続くのか。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。まったくいつまでこんなことを続けるのかね中国は。なになに？一体どうしたの？はいはい、中国の南シナ海、台湾海峡、そして日本の尖閣諸島周辺の傍若無人な行いのことだね。そうだよ、あいつら一体何なんだよ。漁船だけじゃなく、
海軍の護衛艦や空母まで他国の領海に進出してきてるんだぜ。喧嘩売ってるとしか思えないよな。あの中国の行いには、日本だけじゃなく他のアジア諸国も脅威を感じてるからね。もちろんアメリカを含むヨーロッパ諸国も抗議はしてるんだけど、収まるどころか、どんどんエスカレートしてるもんね。この中国の、他国からの批判もお構いなしの行動には、各国の専門家から様々な考察が出ているんだよね。今回はこの件に関して、いろいろと見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2021年現在でも、中国は南シナ海、台湾海域それと日本の尖閣諸島周辺で、海警局や海軍戦力、一般の漁船まで周辺海域の国々の抗議や批判を意に介さない強靭な姿勢を崩さずに、いわば戦略行為を続けてるんだよ。この行為は今に始まったことじゃなくて、もう10年近く前からずっと続いてるんだ。中国の海洋進出は今に始まったことじゃないが、野良知ってたが、ここ数年えらく強気な姿勢だよな。ほんとだよね。でも、一体中国の海軍の実力はどれくらいなんだろう？一応軍事大国と言われてるのはわかるけど、あんまり強いイメージはないんだよね。いやいや、かなりの実力だと思うぞ。軍事費だって半端じゃないからな。それじゃあ海軍の軍事力を測るのに最も重要な中国の空母を見ていこうか。まず中国初の航空母艦として登場したのが、遼寧だね。ウクライナから別目的で調達した旧ソ連のアドミラル・クズネツォフ級航空母艦を元に完成させたのが、中国海軍初の航空母艦なんだ。これが2012年の話になるよ。この遼寧を建造する上で得たノウハウや技術を元にして国産の航空母艦の建造にも取り掛かり、002型航空母艦3トンを2019年に完成させ、現在は003型航空母艦も建造中なんだって。この建造ペースは世界各国と比べてもかなり早いペースだと言えるね。逆に意外だぜ。中国ならもっと早い段階で航空母艦を建造してると思ってたんだけどな。そうだね。ある専門家の話では2000年代に入ってから、中国は海洋進出に力を入れ出したということだね。このあたりから航空母艦だけじゃなく、護衛艦、駆逐艦なども急ピッチで建造し始めたようだよ。現在建造中の003型航空母艦は、最大排水量で8万5000トンにも達すると見られていて、動力源にも原子力を採用、電磁式カタパルトも採用され、アメリカ海軍の大型原子力空母にも劣らない規模の航空母艦なんだ。すごいね。アメリカの航空母艦に匹敵するなんてさ、さすがは軍事大国といった感じだね。そうなんだよね。さらに、これだけの大型航空母艦を運用しようとすると、アメリカ軍が行っているような航空打撃群の編成が必要不可欠になってくるんだけど、そのあたりも抜かりなく、艦隊の防空を担う新型の055型駆逐艦も8隻も建造中だという話だよ。この055型駆逐艦は、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に、VLS を112セルも搭載している大型艦でアメリカのタイコンデロガ級よりも巨大なんだ。それだけ大型になると、駆逐艦というよりも巡洋艦になるんじゃないか。確かにね、アメリカでは、この055型駆逐艦を、ミサイル巡洋艦と評していて、同様に NATO が名付けるコードネーム上でも連配型巡洋艦と呼称されていて、巡洋艦だとみなされているみたいなんだよね。でも、第二次世界大戦以後からは、戦艦という艦種自体は存在しなくなっていて、駆逐艦、軽巡洋艦、重巡洋艦というような当時の艦種分類も、あまり意味はなくなってきてるんだよね。さらに、こうした駆逐艦に加えて空母打撃群に欠かせないのが攻撃型潜水艦だよね。これは2006年に就役を始めた093型原子力潜水艦がこの任に当たってるんだ。中国の093型潜水艦といえば2018年頃に、大きなニュースになったよな。それ聞いたことあるよ。テレビの報道でも騒がれてたもんね。簡単に説明すると、2018年1月に中国の潜水艦が尖閣諸島内の、日本の領海内に侵入し先行したまま航行した。もちろん日本の海上自衛隊が追尾を続けた。そのあまりの執拗な追尾に耐えきれず、中国の潜水艦は、東シナ海上で国旗を掲げて浮上したんだ。その国旗を掲げて浮上したことが白旗を上げて降参したと言われたんだよな。一部の評論家の間ではそう言われてたみたいだね。真相はわからないままだけどね。この事件で、
中国の093型潜水艦の静粛性は極めて低く、現在の日本の対潜哨戒能力なら十分に探知可能だと言われたんだ。でも現在建造中の095型潜水艦は最大の課題の静粛性の対策が進められて、対地攻撃能力を強化した兵装が備えられると予想されていて、2020年には実戦配備されてるんじゃないかと言われてるんだ。こうやって見ると、中国はすごく早いペースで海洋の強化を進めてるんだね。中国は自国はこのように驚異的な速さで、中国海軍を強化しているんだけど、海上自衛隊の護衛艦出雲、加賀の航空母艦化に伴う、F-35 型ライトニング戦闘機の搭載に関しては日本を非難してるんだよ。なんだよそれふざけんなよな。自分らが海軍を強化しまくってて、日本がやると非難するって、おかしいだよ。ほんとだよね。中国の言い分は、日本が太平洋戦争以来となる航空母艦を保有し、アジアの平和を脅かす軍事力を得ようとしている。って自国のことは棚に上げてよくわからないことを言ってるんだよね。何それ?頭悪すぎじゃない。日本国内でも一部の左派側が、航空母艦は攻撃的兵器に該当するので、専守防衛を掲げる自衛隊が保有するのは間違ってるという意見もあるんだ。この意見は、ちょっと的外れだよな。自国の守るための配備だからな。そうだよ。日本国内にもこういう人がいるんだね。残念だよ。まあいろいろな意見があることは仕方ないさ。でも、僕もこの意見には疑問を感じるよ。現在の海上自衛隊が出雲加賀を航空母艦化すると言っても、艦載機になる F-35 ライトニング戦闘機の搭載数は最大でも10機程度なんだよね。それを考えると、航空打撃群の構築は難しいよね。だから、出雲加賀の航空母艦化は日本の防衛のためには必要最低限な軍備だと思うんだ。アメリカの大型航空母艦の空母打撃群や戦闘機を20機以上も艦載できる強襲揚陸艦とは違って、東方までの遠征も難しいからね。こちらから他国に攻めに行くということも視野には入っていないよね。あくまでも、南西諸島防衛に向けて陸上の滑走路が破壊された時に、航空機の運用ができるようにするための処置の一環で多数の艦載機による大規模攻撃を行うための目的ではないんだよね。艦艇数や航空機の数量自体では中国に全く及ばない日本の自衛隊が質的優位性で勝る F-35 ライトニング戦闘機を艦載することは防衛力強化のための苦肉の策とも言えるんだよね。ほら見てみろよ。あくまでも自国を防衛するための最低限の軍備だよな。わかったか?中国さん。中国の海軍が強化されてるんだから、日本側も防衛するためには量より質で対抗していくってことだね。そう、日本の自衛隊はただ兵器を増やしていくという考えではなく、自国を防衛するために、他国に質で勝っていこうってことなんだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ねえ、アメリカの戦闘機 F-35 が改良されるって本当なの？ F-35 といえばアメリカ空軍を代表する戦闘機だよ。今でも戦闘機としての性能は世界一だと言ってもいいぐらいだぜ。さらに性能がアップデートされるってことなのか？そうだよ。F-35 ライトニング2といえば世界一有名な戦闘機だよね。日本の航空自衛隊でも採用されて今現在も導入が進んでいるんだよ。この F-35 戦闘機が、さらに性能をアップデートされるらしいんだよ。じゃあ日本に導入されている F-35 もアップデートされるのかな?まだ、とりあえずアメリカ空軍でのアップデートからみたいだね。やはり、時間もコストもかなりかかるだろうから、簡単に全ての F-35 にすぐに導入するってわけにもいかないだろうね。なんだよ、日本の航空自衛隊では、まだまだ先の話になるのか。日本に配備されている F-35 も早くアップデートされるといいんだけどな。今回のアップデートを行うことで、従来よりも兵器の搭載量が 1.5 倍にもなるんだ。これはすごいことなんだよね。その点を考えても、なかなか簡単に日本の F-35 まで導入とはいかないんだろうね。兵器の積載量が 1.5 倍って言われても、なかなかピンとこないや。F-35 の詳しいアップデート内容を教えてよ。うん。そうだね。詳しいアップデート内容を一緒に見ていこう。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング戦闘機はアメリカのロッキード・マーティン社で製造されている第5世代の戦闘機と呼ばれているモデルなんだ。日本の航空自衛隊でも運用されているモデルだね。現在のバージョンはブロック3というモデルで、これからブロック4へのバージョンアップがスタートしていくんだ。バージョンアップの内容は全部で66項目と言われているから、一気に全てバージョンアップするというよりも、複数回に分けてバージョンアップされて良くなってるよ。
確か F-35 戦闘機といえば2019年に大変な事故が起きたのが記憶に新しいぞ。最初に配備された青森県三沢基地で、操縦者の空間式失調が原因でのすごい事故だったよな。平行感覚や進行方向が一時的にわからなくなる危険な操縦で、航空機事故の原因では珍しくない操縦なんだよな。戦闘機の操縦中に平行感覚や進行方向がわからなくなるなんて、恐ろしい症状だね。そうなんだ。このような痛ましい事故を今後起こさないように、ブロック4のバージョンアップでは、自動で墜落を回避する、自動墜落回避システムが組み込まれているんだよ。そのシステムによって、機体の安全性が向上して、このような不幸な事故が二度と起きないように2020年から自動墜落回避システムのアップデートは開始されているんだ。それはいいアップデート内容だな。夜は戦闘機を操縦する人に、何かしらの身体的トラブルが発生した時も、機体がそのトラブルを察知して最悪な事故につながらないように、自動で機体をコントロールし墜落などの事故を防いでくれるってことだな。もっと早い段階でこのシステムが導入されていたら、2019年の事故は防げたかもしれないな。それならすぐに全ての F-35 戦闘機に自動墜落回避システムを導入してくれることを願うよ。でもそんなに簡単にシステムを導入することはできるのかな？いい質問だね。前にも説明した通り、ブロック4のバージョンアップ内容は66項目もあるからね。2019年から一部開始されているらしいんだけど、当初の予定では2024年までに、すべてのシステム更新を完了させる予定だったんだけど、これは難しいみたいで、予定よりも2年以上遅れるのではないかと言われているんだよ。悲観的な予想を紹介すると、世界ではすでに3000機以上の F-35 ライトニングが運用されているんだけど、そのすべてがブロック4のシステムに更新されるには、10年以上かかる。つまり2030年くらいまでかかるのではないか、と予想されているんだ。2024年という当初予定はかなり無理があるんだよね。そんなにブロック4に全てが移行するまでに時間がかかるなら、あんまり意味がないんじゃない？そんなことはないだろう。いくら時間がかかったとしても、今までのブロック3に比べればかなりのアップデートだぜ。66項目もアップデートされるということは、自動墜落回避システムだけではないってことが、今までとは比べ物にならないほどの、性能アップは間違いないぜ。そうなんだよね。ブロック4にアップデートされることで、機体内の並走収納量は 1.5 倍に増えるし、飛行距離も 1.25 倍伸びることが予測されているんだよ。要するに現在のブロック3よりも、飛行性能や攻撃能力、安全性が飛躍的にアップすると言われているんだ。具体的には現在使用されている F-35 ライトニングのブロック3の場合はステルス性能を確保するために、機体内に収納できる空対空巡航ミサイルは4発のみだけど、ブロック4では6発になるんだ。機体内の爆弾層に取り付けるサイドキックという仕組みのおかげで、容積スペースを無駄なく確保できるようになったんだ。武器としての性能とステルス性能のどちらかを優位にしなくてはいけないというのが従来のステルス戦闘機だったんだけど、ブロック4へのアップデートは、どちらの性能も両立させることが可能になるんだ。武器も今までよりも多く収容できるようになって、ステルス性能までアップすることができるなら最強じゃないか。そんなにすごいアップデートなら、もっと早急に作業が進むように、いろいろな国の工場で作業すればいいんじゃないの？それがそうもいかないのさ。ブロック4への対応は、8割は基本であるソフトウェアのアップデートで行われるようだから、物理的な大掛かりな作業は、それほど多くはないんだよ。物理的な作業が少ないということは、機体への負担が軽くなるってことだから、それはそれでいいことなんだけど、実際に物理的な作業を行える企業や工場は限られているんだ。日本で認定されているのは、愛知県の三菱重工業の施設しかないんだよ。だから、F-35 ライトニングの重整備を行える拠点が限定されているってことは、その拠点が超多忙になるってことなんだ。F-35 戦闘機を、どんどんアップデートしていきたいのは山々なんだけど、どこでも、誰でもできないってことがネックになってるんだよね。日本は航空自衛隊の F-35 と在日米軍の保有機が対象になるんだけど、本来ならお隣の韓国もこれに含まれるはずだったんだよね。もちろん韓国は整備拠点として認められていないから、日本にお願いしなければならないのだけど、韓国が自国の兵器を日本に頼むわけないんだよね。じゃあ韓国は一体どこで F-35 のアップデートを受けるんだろうね。韓国がこの件に関してどのように対応するのか楽しみだね。韓国はプライドだけは高いから日本には頼んでこないだろうな。仮に頼まれたところで、
日本がすんなり受け入れるとも思えないしな。いろいろと日本叩きしてくるから、肝心な時に日本に頼めない。やっぱり普段から近隣諸国とは友好関係を築くべきだよね。まあ韓国のことはとりあえず置いといて、あとはコスト面の問題もあるね。ブロック4のソフトウェア改修に必要な経費は1100億円以上と言われてるんだ。でもこの中の 70% はアメリカが捻出するわけなんだけど、これだけでもすごい高額だよね。さらにアメリカ軍の F-35 のアップデートにかかる経費だけでも1兆円以上必要ということだから、財政状況の厳しい小国では、機体を維持することさえ非常に困難だということがわかるよね。すげー。信じられないほどの巨額な費用だな。F-35 ライトニングの開発はブロック3の段階でも、すでに6兆円との推定される開発費が投じられてるらしいが、それ以後の1000億円規模の予算がブロック単位で必要だというのだから、気が遠くなるような金額だぜ。確かに信じられないほどの巨額な費用だね。でも3000機以上の生産台数が見込まれている F-35 ライトニングの全体数から見ると、数が多い分1機あたりの生産コストは分散されるからまだマシな方なんだよ。一つ例を挙げると、航空自衛隊が現行の F2 戦闘機の代替機として開発を予定している戦闘機の数は現時点で90機と少数だから、約5兆円とも言われている開発コストを1機あたりで考えると負担はこちらの方が大きくなるんだよね。だから、次期戦闘機は海外にも輸出することを考えて開発すべきという案も出ているんだ。だけど、海外への輸出と考えると技術者やノウハウ、情報などの海外流出なんてことも考えられるから、これは慎重に考えてほしいところだよな。そうだよ。せっかく日本の技術者たちが培ってきた技術が海外流出なんてダメだよ。まあ今の段階では日本からの兵器の海外輸出は非現実的だと思うよ。それよりも今は F-35 ライトニングのブロック4のアップデートができるだけ早く完了することを願うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2018年12月20日に発生した、あの忌まわしき韓国海軍によるレーダー照射事件を皆さんは覚えているかな？あれは事後の対応も含めてひどかったな。韓国が公開した動画も組織が公表したものと思えないほどお粗末なものだったしな。あからさまな責任のすりつけが透けて見えたよね。思い出せない人のために要約すると、韓国海軍の駆逐艦であるヒロカイド大王が、日本の航空自衛隊 P-1 哨戒機に火器管制レーダーを照射したという事件だね。結局この事件は、日韓双方の意見が食い違い、うやむやにされたままになっているんだよな。事件が発生した時に公開された映像や現場の状況を何度見ても、韓国海軍が主張するように日本の航空機が異常な低空飛行で韓国空軍機を威嚇してきた、という主張は紛れもなく嘘をついているようにしか思えないぜ。あれから月日は経っているけど、あのレーダー照射事件の全貌はこれから先も明らかにはならないだろうね。日本の主張を韓国側には受け入れられることもなく、うやむやに放置されることが本当に悔しい限りだな。ずっと平行線のままってこと？多分な、あの韓国が今さら間違いだったと訂正すると思うか？自尊心だけはご立派なあの韓国だぜ。思えない。100% 自国に非があっても、なんとかして理由をこじつけて責任転嫁する国だもん。だよな、まあそういうことだよ。ムカつくね。相手が相手だから、もう半分諦めるしかないのかもね。さて、今回はそんな P-1 哨戒機の国産化に成功したらしいから、それについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。もともと P-1 哨戒機は2013年平成25年3月に神奈川県の厚木基地から実戦配備が始まったんだ。P-1 導入以前はアメリカロッキード社が製造した P-3C 通称オライオンを運用していたんだけど、このオライオンという戦闘機は世界20カ国で運用されていた人気機種で、言うなればベストセラー機に位置づけされていたらしいよ。海上自衛隊ではオライオンを国内企業である川崎重工業によるライセンス生産を行い、98機製造したんだ。その他にも完成品3機を FMF によって輸入したらしいぜ。そんで、合計で101機の機体を1978年昭和53年から1997年平成9年の約20年間、部隊運用されたってわけだな。長い間日本を守ってくれてありがとう。本当にお疲れ様でした。20年間も活躍した P-3C オライオンだけど、逆に表現すると老朽化したとも言えるね。
その後継機として製造されたのが P-1 哨戒機だよ。日本国内での生産川崎重工業と防衛省との共同開発で生み出された戦闘機で、オライオンが引退した1997年から10年後の2007年に初飛行を試みたんだ。その6年後の2013年に配備が開始され、予定としては J70 系上の生産が考えられている。2021年1月現在では厚木基地と鹿屋基地を合わせて36機が配備されているという状況だ。P-1 哨戒機の初舷は、乗員11名全長 38.0 無全高 12.1 無全幅 35.4 無最大離陸重量797トンとなっているよ。また、機関部には日本の IHI 社が製造した F7IHI 重ターボファンエンジン4機を動力源として備えられるんだって。初見だけ見ても、以前運用していた P3C オライオンが少し大きくなったというのがわかるな。その中でも最大の相違点として挙げられるのが機関部だ。今まではプロペラ仕様のターボプロップ型だったのが、ジェットエンジンへと改良されているんだぜ。この新型ターボファンエンジンも IHI 社旧石川島播磨重工業が製造した日本の国産エンジンだね。川崎重工業を主体として開発された哨戒機本体も含めると、長年の念願だったオールジャパンで製造された戦闘機だよ。日本ならそう遠くないうちに実現できるだけの技術力を持っていたからな。当然の結果だね。P-1 哨戒機は P-3C オライオンと同様、機体前方下部にウェポンベイ爆弾クラを搭載できるんだ。これは対戦攻撃用の武器や爆弾を収納することが可能ということを表しているんだよ。付け加えて主翼下部に空対艦空対空ミサイルを吊り下げることができるスペースが8カ所もあり、アタック型の戦闘機としての優秀だ。ウェポンベイは機内設置型で、ドアを開けて投下する爆弾庫タイプで、内部にあるため、当然外部からは隠蔽されており、ステルス機能にも優れているんだぜ。P-3C オライオンは4発しか搭載できていなかったことを比べると、P-1 哨戒機は主要任務である哨戒活動だけではなく、有事の攻撃力についても増強されていると考えられるね。P-3C オライオンの上位互換だね。P-1 哨戒機の開発経費は約3500億円と言われていて、これまで購入した戦闘機は1機あたりが約175億円かかっているらしく、調達中の F-35 ライトニング2戦闘機は1機あたり価格約116億円と比較すると圧倒的に高額なんだよね。国産 P-1 哨戒機の海外輸出を強く望む日本政府は、P-3C オライオンの代替を目指す複数国イギリス、ニュージーランド、ノルウェー、カナダなどを対象に話を進めようとしたが、どこの国も乗り気にならなかったらしいよ。どうして？日本が作った P-1 哨戒機だよ。高性能間違いなしなのに。なぜならイギリス、ニュージーランド、ノルウェーの3カ国はすでにアメリカから P-8 哨戒機の導入を決定していたからなんだよね。カナダが残っていたけど、この国もアメリカの圧力もあり、厳しいと思われているよ。武器輸出三原則が緩和されてきたと言っても、武器輸出に関して慣れていない日本にはハードルが非常に高いんだ。また国産 P-1 哨戒機は稼働率が低いとも言われており、採算の目処がつかないのが現状だ。日本ってちょっと金欠なイメージがあるもんね。そうだね。P-3C オライオンは前述した通り世界20カ国で採用されている人気機種で、アメリカのロッキード・マーチン社が製造したものとなっているよ。ちなみにその後輩機であるアメリカの P-8 哨戒機はロッキード社ではなく、ボーイング社が開発したものだな。アメリカで唯一の大型旅客機メーカーとしても名高いボーイング社が製造した P-8 は民間用旅客機737を基本にしていて、信頼性や安定感が抜群にいいと言われているよ。戦闘機についてボーイング社は、実際、ロッキード・マーチン社に遅れを取っていたが、ロッキード社には F-35 ライトニング2戦闘機という目玉商品があるからな。ボーイング社の P-8 哨戒機は西側諸国にとっては標準規格になりそうだと推測されているため、ロッキード社より一歩先を行くことになると思うぜ。だけど、これには問題があり、アメリカが自国で運用している戦闘機と同水準機体の海外輸出許可が出ないんだよな。ただしイギリスとニュージーランドとオーストラリアの3カ国だけはアメリカと UK-USA 協定を締結しているという理由で、例外扱いとなっているぜ。ちなみに UK-USA 協定とは正式にはユナイテッドキングダムユナイテッドステイツオブアメリカといい、SIGINT 設備情報収集活動用施設や盗聴情報を共同利用できる多国間協定を指すものだよ。やっぱり技術力に信頼があっても、アメリカの安心感にはかなわないのかな？これに関しては今後に期待としか言えないな。長い時間をかけて培っていく必要があるだろうぜ。
でもきっと、いつか日本の技術力が武器輸出の分野でも認められる日もきっと来るよね。今までも不可能を可能にしてきた日本だし。うんうん。日本国産の P1 哨戒機が世界で活躍する日が来ることを願い、国内防衛産業に技術を蓄積し、よりよく成長させてもらいたいね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。